さんこんにちは、ランママです。今年もいよいよ本格的な花粉の季節がやってきます。そこで今回は花粉症対策のための iPhone 専用の2つのアプリをご紹介したいと思います。まずはじめはこちら、可愛い猫のキャラクターが目に留まる花粉メーターです。こちらは花粉情報アプリの中でも全国最多の約1900箇所の花粉情報を細かく地域別に確認することができます。現在お住まいの場所からこれから向かう予定の外出先の花粉飛散量も一目でわかる便利なアプリです。その表示は5段階、キャラクターのマロちゃんが状況によりいろいろな表情をしてくれるので分かりやすくとても可愛いですよ。そして花粉情報と一緒に天気、気温、降水量を合わせた通常の天気予報も1週間先まで確認することができ、いろいろな予定を立てる際にもとても便利なアプリになります。まず初めの設定ですが、アプリをダウンロードして開くと都道府県が表示されますので設定したい場所を選択します。地域を設定しリマインダーをセットすると毎日同じ時間に通知をしてくれます。その後のアプリの使用に関しては、立ち上げると現在の花粉情報が表示されます。そして画面下には4つの項目がありますので用途別に使っていただきたいと思います。画面下の左からになりますが、花粉知識では様々な花粉の豆知識が表示されますので参考にしていただきたいと思います。週間花粉は先ほどお話ししたように1週間先まで天気予報と花粉情報を一目で確認することができます。市町村単位での細かいピンポイントでチェックすることができますので、それがこのアプリのとても嬉しい点だと思いますよ。そしてやっぱりこの猫のマロちゃんを見ているだけでも楽しい気分になり、花粉の憂鬱も軽減されるような感じがします。現代は多くの人が花粉で悩む時代です。情報をシェアし、同じ花粉症のお知り合いやお友達にも情報提供することもできます。このように花粉メーターは可愛いキャラクターと使いやすさがおすすめのアプリですが、花粉飛散量が提供される期間は2月から5月頃までになりますので、その後は通常の天気予報を活用していただければと思います。続いてのアプリはアレルサーチです。こちらは順天堂大学医学部眼科による花粉症研究を目的とした花粉症予防のアプリになります。花粉症といっても目が痒くなったり鼻水が止まらなくなったりと人それぞれ症状が違います。重い人もいれば軽い人もいて、自分の花粉症のレベルがよくわからない場合もあるでしょう。また自分は花粉症ではないと絶対認めない場合も認めたくない場合もあります。そんな時に自分自身の花粉症がどのくらいのレベルなのか確認しながら対策を考えることができます。そのためにアプリを開いてから自覚症状、生活環境など様々なアンケートに答える必要があります。つまりたくさんのユーザーさんから情報を集めながら、その情報をもとに花粉症に対する情報を提供してくれるという双方向のアプリなのです。確かに初回入力のアンケートは10分から15分ほどかかりますが、病院の初診の問診票のような感覚でしたよ。そしてその入力が終了してからのアプリの利用になります。私も使ってみて、あらまだ質問があるのとも思いましたが、かれこれ花粉症歴も25年ほどになるため、わらをもつかみたいというとちょっと大げさかもしれませんが、この花粉症がちょっとでも軽減できればとアプリを利用しています。内容に関しては花粉症のレベルチェックとクオリティオブライフの略である QOL 度チェックの方で、1日の花粉の自覚症状に応え iPhone のカメラを使い目の状態を撮影すると、その日の花粉レベルがどのくらいであるかが数字で現れます。するとみんなの花粉症マップでどの地域にどのくらいの花粉症のレベルの人がいるのかという情報を地図上で確認することができたり、
また花粉飛散情報の自動更新により、気象庁や環境省から発表される花粉飛散情報や PM2.5 黄砂の大気汚染の情報もチェックすることができます。花粉症の要因は人それぞれ様々で、例えば生活習慣、環境の変化であったり、一つとは限らず発症しています。ところが医学的にはその複合的要因が分析されていません。それをアレルサーチによって分析し、花粉症対策に役立てようというアプリなんですね。そして使うことによって、これからの花粉症の治療に役に立つのかもしれないということも、花粉症で悩む方々にとっては嬉しいことなのかもしれません。このように今回は花粉症対策のための2つのアプリをご紹介させていただきました。私もそろそろ花粉の症状が現れる時期で、毎年この時期になるとちょっと憂鬱なんですが、実際のところこのアプリを使ったからといって花粉症が治るわけではありません。それでも毎日憂鬱な気持ちで過ごすよりは、周りの情報を知ることで少しでも花粉症の辛さを軽減できればいいなという思いで使っていますので、この動画も参考にしていただければ嬉しく思います。それでは今回もご覧いただきありがとうございます。明日から3月ですね。また次の動画でお会いしましょう。